ブロームーンとホス BV-222 ブロームーンとホス BV-222B キングは第二次世界大戦時にドイツ空軍で採用された飛行艇である。もともとはルフトハンザ航空の大西洋横断路専用に計画された機体だったが第二次世界大戦回線により軍用に転用された。パワー不足気味だったものの搭載力と航続力を活かして輸送や 洋上紹介任務に利用された。なお、本機は第二次世界大戦において実際に使用された中では最大の飛行艇であった。第二次世界大戦に先立ち、ドイツの航空会社、ルフトハンザ航空は多くの大西洋横断郵便飛行を行っていたが、ルフトハンザの主目的は旅客輸送であり、この計画を始めて1936年に、 リヒャルト・フォークと博士設計の BV222 飛行艇を3機発注した。最初の試作機、V1 号機の製造は1938年1月に始まり、続く数週間に V2 号機と V3 号機の製造も始まった。V1 号機は1940年9月7日に民間登録記号 D アンテをつけてテスト飛行を行った。評価期間中の本機は、 短距離を92名までの乗客、または単価72章を乗せて最高速度239マイルパワーで飛行してみせた。飛行特性は満足のいくものであったがいくつかの改善点が見つかり、評価試験は1940年12月まで続けられた。V1 号機がドイツ空軍に引き渡された時は軍用機用の塗装が施され、登録記号は CCEQ が付けられた。p v 二百二十二の機内は、長い平坦な床で、大型の四角い貨物ドアを、主翼の後ろの右側に備えていた。平坦な床は当時としては歓迎すべき、目新しいものであった。わずか十三機のみが完成したとされている。もともとはブラモ二十三ファニール製型エンジンを装備していたが、後に七百四十六キロワットのユンカー数も二百七 C2 ストローク対抗ピストンディーゼルエンジン6機に、ディーゼルエンジンを使用することで、洋上において、同じ経油を燃料とする U ボートから給油を受けることができた。ただし、C-13 号機のミユモ 205C を装備した。初期の機体は、V1 から V8 号機と呼ばれ、量産機は C-09 から C-13 号機と命名された。 1> v 一号機は1941年8月19日まで、ハンブルクとノルウェー北部のヒルケネスの間を、累計6万5000キログラムの補給品と221名の負傷兵を運ぶ7回の飛行を行い、総飛行距離は3万キロメートルに及んだ。ハンブルクでオーバーホールを受けた後、v 一号機はアテネへ送られ1941年10月16日から11月6日の、 間に17回のドイツアフリカ軍団へ補給品を運ぶ飛行を行った。この時点では V1 号機に武装は施されておらず、2機のメッサーシミット BF1110 戦闘機が護衛についていた。戦後、トロンハイムで旅客された BV222 これらの飛行の後で V1 号機はハンブルクに戻され、胴体に 7.92mmMG81、機関銃を一丁。 回転銃座の 13mmMG131、機関銃を2丁、胴体中央部に 7.92mmMG81、機関銃を4丁の武装を施された。同時に登録記号が X4R に変更され、V1 号機は新設の輸送部隊の第222、航空輸送飛行隊の機関を形成することになった。百四十二年から百四十三年に、 かけて、V1 号機は、地中海戦域で飛行し、1943年2月半ば、以前に、ピレウス港に着水中、海中の残骸と衝突して沈没した。V2 号機は1941年8月7日に、初飛行を行い、さらなるテストを受けた後1942年8月に、登録記号 X4AB として、LTS-222 に配備された。 V2 号機は長距離洋上飛行に使用するため、V1 号機に施された武装に加え、主翼上に、後方向きの連装 13mmMG131 機関銃を備えた銃座が取り付けられた。この銃座へは、直径 1m の筒状の余計。1944年に、V2 号機は、北極のゼムリア・アレクサンドラにあるドイツの気象観測所にいる病気の観測員を救援する。 宝物庫作戦に参加した。PV222 は観測所近くへの着陸で損傷した FW200 の補修用タイヤを投下した。V3 号機は1941年11月28日に初飛行を行い、1941年12月9日に LTS222 に配備された。V1 号機が沈没した後、V3 号機はハンブルクに戻されて、 武装を施された。V3 号機は、V5 号機と共に1943年6月に、ビスカロッセで、イギリス空軍第264飛行隊所属のモスキートの攻撃で破壊された。垂直尾翼の高さに回収を加えられた V4 号機も、アフリカへの飛行のために、LTS-222 に配備された。V6 号機は1942年8月21日に、 ターラントからトリポリへの空路で、A 空軍のボーファイターに撃墜された。V8 号機も1942年12月10日に、同一空路上で撃墜された。V7 号機は7 4 6ットの湯も 207C にサイクルディーゼルエンジン6機を装着して1943年4月1日に、初飛行を行った。離陸重量5万キログラムで、 航続距離 6100km の本機は BV-222C の試作機と考えられていた。ノルマンディ上陸作戦後の1944年6月に残存する BV-222 は第200爆撃航空団に移管された。この中の C-09 号機は1945年4月29日にゼードルーフでおそらくカナダ空軍第439飛行隊の 台風による、機銃走者を受けて破壊されたと言われている。一方、V7 号機と V4 号機は、終戦時に、各々の機木の搭乗員によって、トランフェミュンデとキールホルテナウ空港で自陳させられた。C-15 号機は1944年2月8日の夜に、A 空軍第157飛行隊のモスキートにビスカロッセの南西で撃墜されたらしいと報告されている。 BV-222 の V4 号機が1943年10月22日に、エバート商尉の指揮するアメリカ海軍の PB-4、ワイルベレーター VB-10 5機に撃墜されたと言われる。戦時中からしばしばこの BV-222 は、A 空軍のランカスターに撃墜されたと誤解されていた。1941年6月のロシア侵攻後に、 ルフトハンザ航空による極東への商業飛行が不可能となり、船舶や U ボートによる回路は非常に危険であったため、超長,長距離飛行用に改造を施したドイツ空軍の航空機でドイツと日本を結ぶ空路を開拓する計画がなされた。エアハルトミルヒ空軍減水は、無着陸飛行、ドイツ占領下のロシアやブルガリア発を含む様々な航空路や、 BV-222 を使用し、ノルウェー北部のヒルケネス発カラフト経由、東京行きの 6400km の回路の可能性調査を承認した。BV-222 は、フォッケウルフ FW200、ハインケル HE177 と共に本命とされる3機種の中の1機であった。HE177 は、信頼性の観点から除外され、 1943年にユンカース1290がこの飛行用に機種選定された C-011、C-012、C-013 号機の3機の BV-222 が露格され、その後連合国軍により運用された。戦後 C-012 号機はノルウェーのソレーサで V2 号機と共に露格され、1946年に、A、空軍の標識、 VP501 をつけて、エリック・ウィンクル、ブラウン隊員の操縦で、ノルウェーから、カルショットの英空軍基地へ運ばれた、フェリックスストーの海軍航空実験所で、テストされた後で、英空軍第201飛行隊に配備され1947年まで運用された。その後、廃棄処分にされた、C-011 と C- コンベア社が、 パタクセントリバー海軍基地での評価のために1機を購入し、この徹底的な研究が後に R3Y トレードウィンドに欠実するモデル117の停滞設計に貢献した。これら2機の最終的な行方は不明である。V2 号機は1946年に短期間アメリカ軍の標識をつけていた。不思議なことに V2 号機は宝物庫作戦時には V5 号機の標識をつけていた。 あとに、英軍は停泊していたイルスビカの基地から、V2 号機に、BV222 の補修部品を満載して、ファゲルビカとモンクス等の間に引き出して沈めた。V2 号機は、海水の低酸素濃度のために現在でも、海底で完全な保存状態を保っていると、考えられている。この機体を引き上げて修復する計画がある。BV222、c o p l a ンズ s of the Second World War。 v o l ーム5ありがとうございます。